マーガレット・アンネーブは、イギリス王室族両ガンジーと、セント・ピーター・ポート出身の女性。旧姓、ハーベイ。ネーブは、長寿に関する確証のある三つの事柄で記録された。一つ目は、初の女性、スーパー・センテナリアン。二つ目は、確証のある史上二人目のスーパー・センテナリアン。三つ目は、三世紀に渡って生きた最初のスーパー・センテナリアンである。 1792年生まれの著名人で比較すると、第255代ローマ教皇オピウス9世は1792年5月13日生まれで、ネーブより5日年上、作曲家ジョアギーのロッシーには1792年2月29日生まれで、ネーブより約3ヶ月年上である。1792年5月18日、マーガレット・アンハーベイとして、セント・ピーター・ポートで生まれる。 マーガレットは子供の頃に階段から転げ落ちたことで3日、寒冷神透となったが生還した。マーガレットはフランス革命がガンジーに与えた影響を記憶していた。成長したマーガレットはブリストルで教育を受け、文学や詩に興味を持つようになった。特にフランス革命戦争時の将軍であるシャルル・フランソはデュムリエの著作スピリチュアルを読みふけていた。 1823年、マーガレットはイングランドでジョン・レーブと結婚して改正したが、死別後の1849年にガーンジーに戻った。以降は98歳で亡くなった妹と共に旅行を楽しみ、1872年の最後の旅行では、当時はオーストリア・ハンガリー帝国領で現在ポーランド領のクラカウに旅行した。また、母も99歳まで生きた。 1903年4月4日、18.1920世紀と3つの世紀を生きたネーブは、110歳321日で死去した。111歳の誕生日のおよそ1ヶ月半前であった。ギネス世界記録では、オランダ人のトマス・ペテルスを初のスーパーセンテナリアンとして認定していたが、記録の面でギギが挟まれており、現在その記録は取り消されている。 ペテルスを除いた場合は、ヘアーとアドリアンス・ブームハールトが最初となる。ただし、いずれにセヨネーブは、女性初の確実な記録のあるスーパーセンテナリアンであり、海外を含むイギリス領内で生まれた確実な記録のあるスーパーセンテナリアンの中では、最古の人物である。また、エセルウッドと共に、チャンネル諸島出身のスーパーセンテナリアンとして、記録された。 ネイブの長寿記録はアメリカ人のミルウォーキーの偉大な老婦人ルイーザ・カーワン・キャプロン・ティエールに更新されるまで維持された。ありがとうございます。